どうもお疲れ様ですさん今回はね私の住んでいる町鞆の浦の話なんですけどもあの先日お亡くなりになった八代亜紀さんの代表作で「船歌ってのがありますよね。そのあの歌歌い出すのさ船歌おうってあの船歌ですけどもあれにあれちょっとこう語りってのがちょっと入ってるのを思い出したんですよ。まあ、こういう風に言います。沖のカモメに 深酒させてよ愛しあのことよ朝寝する団長ねってやつですけども、まあ、これを今までね意識したことがなかったんですけどもこの八代亜紀さんの船歌っていうのがね友の裏になんんでで縁があるのかなと思ったんですよ、うん、直接八代亜紀さんが友の浦に何かね思いをはせていたとか 作詞家の阿久津悠さんというね、この曲を作った方が何か思いがあったわけではないんですけども、まあ、そこにはね、ものすごく小さな縁が結びついて、友浦に、友浦に回避ができたっていう、まあそういう言われがあるんですよね。一つは万葉集なんですよ。万葉集の中に、その友浦のことについて歌われた、そういった節がね、四つあるんですよね。うん、まあ、遣唐使とか遣隋使っていう時代ですけども、その頃、友浦に、えー その遣隋士、遣唐士っていうのが止まってですねで、船出を待ったという、まあ、そういった習慣があったんですよね、まあ、トモノ浦っていうのは船だまりですからあ海が荒れている時っていうのはそこで待つしかないんですよねで、えー、待てば回路の日和やりということでいつ開けるかわからない海の日和をですね、ずっと待っていてあ、海が穏やかになったぞっていう風になった時にやっとトモノ浦を離れてじゃあ 明日立ちます今朝立ちますみたいな感じで船を出すことができたんですよね、まあ、ですんでト菰々ラっていうのは何日お客さんがそこに泊まるかわからないっていう状態で、まあ、日々経営されていたみたいですね、まあ、ですからあの部屋の足りない時は相部屋っていう習慣もできたんですよねまあそれで「万葉集」の中にその船を立っているのがねどう関わるかってことなんですけども、まあ、まずはですねその菰々浦の宿場町に まあ、寝なががら旅旅を待つ旅人がいます。で、どうしてもねいつ旅立てるかわからないような宿場町に2晩2晩1週間と泊まっていたら昔のことを思い出すらしいんですよ。昔のことを思い出出してあ涙が出るなと、まあ、いうふうなことを「万葉集」の中で歌われていてどうしても懐かしいあの日のこと。 別れてしまったあのの娘さんんことが思いい浮かぶんだよねねみたいな、ね、まあそういったところに「万葉集」の中のまあ哀愁があるわけなんですよ。でこれを前提として「船唄」というね曲になるわけですね八代亜紀さんの。その中には一節「思い出しのさ船唄を」というねまあ、そういった結びの詩があるんですよ。まあ、なんでね船唄を思い出すのかってことなんですけどもそれは八代亜紀さんが 歌っているあのぬるめの缶を飲みながら明かりはぼんやりともりゃい,いみたいな感じでやっぱりお酒を飲みながら昔のことを思い出しているそういった歌詞の中に出てくる架空の主人公がいるわけですよ。でその主人公も「ああこんな夜は舟を思い出すな」みたいな感じで「万葉集」の中に語られていた その船歌の一節を思い出すすんですよねでその歌船歌のの一節ってのはどういうことかっていうと「その万葉集」の中にね出てくるあの節の中で朝早く、まあ、船をね飼って旅立つ旅人か「あ今日は船を出せるな」ということで早朝ね歌いながら旅に出る、まあ、それを宿でぼんやり聞いている。 一説があるんですよそれと八代亜紀さんの船歌「船唄」で飲んで飲んでぐでんぐでになってぼーっと明け方旅に出る人が宿を出てねまあ鼻歌交じりなのか悲しい歌なのかわからないけども何か歌を歌いながらねまた旅立っていくところを寝床でぼんやりとしてああ昨日はふくだけしたなーっていう中で聴いているとその旅立つ旅人といまだ酒の 二日酔いで眠りについてる自分とかねなんかこうあぶり出されてまた思い出して悲しくなっちゃったみたいなところが人の胸を打つのかなと思うわけですよ。まあ、そこで、えー、例のね語りが出てくるんですよ。沖のカモメに 沖のカモメに深酒させてよ、愛しあのことよ、朝寝する男女ねってとこですけども、正確なあ節回しは私もね、元の曲を聞いてないんで分かりませんけど失礼しました。それはどういうことかっていうと、ああ、夜が明けてあ、自分もね、朝のカモメの、パーン、ね、泣き声とともに目が覚めてしまった。目が覚めたからこそ、 二日酔いでどうしようもない自分と旅に出る新しいスタートを切る船唄のね、旅人の歌が聞こえてきて、あ何なんとも切ないことだろうって思うんだったら、いっそ、沖のカモメにも酒をガンガン飲まして、でもカモメもね、二日酔いで朝起きれないようにしとって、その分朝が静かだから、俺ももうね、こんな時間に眠いを覚ますんじゃなくて、昼ぐらいまで、 愛しいあの子の思い出と寝ておきたいよっていうね、どこまでもね、めめしい <laughs>。めめしいと言ったら最近はあ男女同権なんですかね、問題になるのかな、ジェンダーフリーで。まあでもね、そういうふうなあ情けないね、男心、これを、なんかどこまでも繰り返し繰り返し歌った歌、それが船歌ということだったのかなと思います。ちょっと分かりにくくてすいませんけども、でももともとね、接点がほとんどないようなものをつなぎ合わせて、 「万葉集」「友の浦」「八代亜紀さんの船歌っていうものにまとめ上げてるみたいなんでねここまでね解釈してあの曲を聴いてる人あんまりいないと思いますしそれからあ何十年も経った後でねそういうふうな解釈を成り立たしている人がものすごく少ないんだけどもいるっていうのもねなかなかないのかなと。その一人が私でございますけども <laughs> だからね作詞家って 曲の中には出てこない、まあ、いろんなね、思い、行間を読まなければ、いや、行間を読んでもそれでも分かりにくいような、あそういった思いをね、歌詞に、えー、打ち出して、そしてそれを、うん、第三者が、八代らきさんが歌うということでね、うん、まさに思いっていうのは人から人に、いろんな形で伝わっていくんだなと。あの、船歌っていう曲を聴きながらね、 安酒を飲んだ人ってのはあまたいたと思いますけどもまさか「万葉集」と「友の浦」が結びついてるなんて夢にも思った人はいないでしょうちなみに八代亜紀さんも「悪友さんも友の浦には来たことがない」ということらしいですね少なくとも記録には残っていませんでしたいやーなんかね何気ない一つの曲をね分解して分析してよくよく咀嚼してみると全く違った 表情が出てくるんだなと思った、そんなエピソードでございました。ナミさん、今日もよろしくお願いします。いってらっしゃい。